マーク・ボイルは、イギリス在住の自由経済運動の活動家である。アイルランドドニゴール県出身。ゴールウェイ名誉工科大学で、経済学と経営学を学び、有機野菜を販売する企業に就職。サラリーマンの頃の営業成績は大変良く、高収入を得たが、一方で金銭を介在させる生活に疑問を感じるようになった。 2008年より、ブリストル近郊で金銭を介在させない生活を始める。徹底した自給自足の体制を取り、今まで短時間でできたことも長時間かけてしなければならなくなった。このことが原因で恋人とも別れたという。しかし、1年経過し、暮らしは快適と本人は語っており、もう元の生活には戻りたくないとも語るようになった。2010年には、 あえらでも彼について紹介している。著書ザマナラスマン、エイヤーオブフリーコナミックリビングは、世界10カ国語に翻訳され、14カ国で出版されている。自ら野菜を育てており、普段はそれを食べている。また、日中売れ残った食材を譲ってもらうこともあるという。ベジタリアンなので、食肉と魚は食べない。 イカの甲をすりつぶしたものを歯磨き粉として使用している。ソープナッツを煮詰めて作っている。タダで譲り受けた古いキャンピングカーを農場の一角に止めている。屋根には太陽電池を取り付けている。ありがとうございます。